ね、日本の野球のいいところもたくさんあると思うんですよ。全てアメリカの方がいいとは思いませんから、その、わずかだけどいいところをバレンタイン監督が見てるので、その部分に僕は期待されてるんじゃないかなと思うんですよ。僕野球が好きだし、日本の野球がね、メジャーを超えてほしいのは僕の夢だから、そのために行くという感じです。2月11日空港に立花を迎えに現れたのは、以前マリーンズの監督を務めていたこの人。日本の野球界に旋風を巻き起こした2人が再び手を組んだ。フロリダの東海岸に位置する小さな町、ポートセントルーシ。ここがかつてミラクルメッツと呼ばれたニューヨークメッツのキャンプ地である。今回は立花の他にジャイアンツの柏田投手と谷口投手が野球留学のため同行した。1962年にナショナルリーグが拡張した時に誕生したニューヨークメッツ。ロッカールームに入った途端、彼らの顔が子供の頃に戻った。メジャーのスーパースターたちと同じロッカールームに刻まれた立花コーチの名前、球団の公式ガイドブックにも写真付きで紹介された。そしてメッツの一員としての彼の最初の仕事は、ニューヨークから来た新聞記者たちの取材を受けることだった。Did you talk to Nelmo about coming here? Did he speak to Nelmo and say I'm going to join the Mets? 日本では立花さんを必要としてくれる選手たくさんいるけど、アメリカにはいないんだから、選手のことほったらかしていいのかというふうに。僕の夢は日本の野球をアメリカの野球みたいにするのが夢だから、そんなに長くアメリカにいないと思います。Well, we are trying to progress into the future as an organization with our relationships and our thinking.About playing the game and conditioning, and I think that Tachibana-san brings some good new ideas to our staff. My biggest expectations are that when the year is over, our players are better because of his help, and that he is better because of his experience.メッツでの彼の役職はアシスタントフィットネスコーチ。選手たちが怪我を起こさないためのトレーニングや運動能力を高めるためのトレーニングを担当する。バレンタインデーにちなんで、この日選手たちから監督に大きなプレゼントが贈られた。が、この日から立花コーチは同僚のコーチの車で毎朝6時にホテルを出発することになった。驚いたのは、この時間すでに他のコーチも球場入りしており、奥のトレーニングルームでは監督がすでに汗をかいているのである。これからアメリカの広い国土を飛び回り、162試合を戦う野球選手たちがわずかな休息を経て再び集まってきた。そして立花も彼らとワンシーズンを共にする。メッツのユニフォームにね、袖を通した最初の印象はいかがですか？大げさじゃなくて3分間ぐらいね、鳥肌が止まんないっていうか、本当にメジャーのキャンプに来たんだなっていう実感がすごくありました。
ロジャーっていうのはもう目標にも置かなかったですから、そこに自分が挑戦できるっていう、そうこういう機会を与えてもらったことには本当すごく感謝してます。午前9時半、いよいよ97年ニューヨークメッツのキャンプが始まった。キャンプ初日、立花は片時もメモ帳を手放さない。英会話ができない彼はまずチームが組んだウォームアップメニューを一つ一つチェック。そして何か疑問があれば後でまとめて質問をする。メッツのウォームアップはランニングを含めたったの20分。とりあえずはやっぱり最初はもう見るという形、分かんないからやってることは、最初はもう1週間ぐらいやっぱり様子見ないと。彼とコンビを組むのはヘイデンコーチ。去年までテキサスレンジャーズのコーチをしていた。最初の1週間は見学のつもりだった立花だが、キャンプ2日目にして早速トレーニングの要請が入った。 Hey guys, Tachi's going to show you a little demonstration of some things that we talked about yesterday that would help you a little bit better than what we did yesterday. 60°からその30°。 ゴムのバンドを使ったこのトレーニングは、肩の奥の関節の近くにある小さな筋肉を鍛えることによって肩の怪我を予防するとともに、痛めた肩のリハビリにも有効なトレーニングなのである。できる代表で回そうかな。また午後から行われたこのトレーニングは選手の平行感覚を養うためのものである。ヘイデンと立花は選手がいかにして飽きずに長く続けてくれるかを工夫してこのメニューを作り上げる。キャンプ3日目、この日から新しい機械が登場した。What are we doing?目で見たものを素早く脳で判断し、筋肉に早く伝えるための訓練で SAQ トレーニングと呼ばれる。マリーンズの時も行っていたが、初体験にしてここまでできるのはさすがメジャー。First time we've experienced most of this training out here. It's more geared towards baseball. Previous years that I've been here, it's more just a lot of running and some stretching. These activities right now are more geared towards baseball. Ladder と呼ばれる梯子を使ったトレーニングはアメリカでは当たり前の道具だが、選手たちには条件反射を養う新しい機械の方が人気があるようだ。ただこの機械、ハーニッシュ選手にはファーストフードのドライブスルーにあるマイクに見えたようだ。立花をリラックスさせようとチョークを飛ばすこともあるが、メジャーリーガーは納得いかないものは納得するまで自主的に行う。 Okay, all right. Too much thinking.
Tachi Bynes out there. The players have really accepted him. They feel comfortable with him. Tachi Bynes' input is a lot of different drills. It's really helped. It's creative. And look forward to this whole season. Yeah, like I say, I mean, at this point, I have no reason not to believe that, you know. All the guys are, trying to work as hard as we can. To his stuff is foreign to us. You have to understand, we've never done anything like it. It's all new. 信頼されたいと思って一生懸命やる。一生懸命やっていけば選手は信頼してくれる。それの結局繰り返しで仕事ってうまくいくと思うんで、そういう信頼関係っていうのはやっぱり頑張る原動力じゃないですかね。Okay. This muscle trap no relax. Relax this muscle relax only use. Okay. Only.新しく生まれ変わったメッツが全米に試合を渡るまでそう時間はかからなかった。そして立花は1週間が経つ頃にはチームの雰囲気にも徐々に慣れ、選手たちも積極的にコミュニケーションを図っていく。I knew in my heart that it could work with everyone together, but you never know. You have some doubt until it happens, and now that it happened, it's going to be very good for our team. アメリカに来て良かったですか？そう簡単には良かったって言えないのが今の正直な気持ちだから、どうなるか分かんない。じゃあ逆に言いますと、後悔はしてない。してないですね。おととし、マリーンズを10年ぶりに A クラスに導いた影の立役者が、今度はメッツ再建に乗り出した。